こんにちはシンンンバッハ大学の石川ですすいいつももごご視聴ととチャンネル登録コメントもありがとうございますワシントン DC に拠点を置くシンクタンクデモクラシー・インスティチュート民主主義研究所がこのほど行った米国の世論調査によりますとロシアのプーチン大統領が権力の座から去るのとアメリカのバイデン大統領が権力の座から去るのと アメリカ合衆国にとってどちらが良い結果をもたらすと思いますかという質問に対して多くのアメリカ国民がバイデン大統領が権力の座から去る方がアメリカにとって良い結果をもたらすと答えました今日はこのことについてお話しします英国のメディアサンデー・エキスプレスによりますとワシントン DC に拠点を置くシンクタンク デモクラシーーインスティチュート民主主義研究所がこのほど世論調査を行いロシアのプーチン大統領が権力の座から去るのと米国のバイデン大統領が権力の座から去るのとアメリカ合衆国にとってどちらが良い結果をもたらすと思いますかという質問をアメリカ国民に対して投げかけました。するとががプーチン大統領が ロシアで権力を失う方がアメリカにとって良いと答えたのに対して52%がバイデン大統領が米国で権力を失う方がアメリカにとって良いと答えましたつまりバイデン大統領が米国で権力を失うことの方がアメリカにとって良いと答えた人の方が プーチンがロシアで権力を失う方がアメリカにとって良いと答えた人よりもかなり多かったという結果になりました。また、バイデン大統領が次の大統領選挙でも勝利するかという質問に対しては、回答者の62%が、次の大統領選挙ではバイデンは選挙に負けて、大統領に再選されないと思うと答えました。 つまりアメリカ人の3人に2人の割合で次の大統領選挙ではバイデンは負けて大統領に再選されないと考えているという結果が出ました今日はこの辺にします最後までご視聴ありがとうございましたお気に召したチャンネル登録といいねボタンをお願いいたしますそれではまた